はい、元見トラムカーナです。今回は SRS 愛知さん主催によるチューブダンロップ杯オートバイジムカーナ大会2019ラウンド1にお邪魔してきました。会場は、静岡県浜松市の浜名湖ガーデンパークの駐車場の特設コースになってます。例年はここで浜松ポンポン祭りというオートバイ関係の、お祭りのようなものが同時に開催されていたので、周りに、いろいろイベント会場があってお客さんもたくさん入るので、観客もそれなりの数があってですね、参加者もとっても盛り上がった大会だったんですが、残念ながら今年はその、ポンポン祭りが中止になってしまって、ジムカーナの大会だけになってしまいました。この浜名湖ガーデンパーク、雨に降られる確率が非常に高くてですね、今のところ 50% ぐらいの確率で雨が降ったんではないかなという印象です。この日もですね、午前中はですね、雨足が強くなったり弱くなったりを繰り返す状態で、フルウェットで続いてですね、午後は、クラスが上がっていくにつれて路面が乾いていくので最終的に A 級が走るときは一番コンディションがいいというですね、昇級を目指す選手にとっては最悪のコンディションだった大会です。そんな中、N クラスで優勝を果たしたのは黒瀬選手ですね。マシンは VTR250 です。VTR250、マイルドなエンジン特性のためにですね、こういう濡れた路面でも、ビクトムしているマシンがありますね。せっかくの、雨の大会の映像なので、ウェット路面での走り方の話をしたいと思うんですけれども、いかに、転ばずにかつタイムを削って走るかということなんですが、一言で言ってしまうのは簡単です。無理をしないということですね。つまりあんまり寝かさない、あんまりブレーキをかけない、あんまりアクセルを開けないということです。タイヤの、グリップが極端に悪くなっているので、急な動作はとにかく避けるべきですね。NL クラス優勝は、CB400 の土橋選手です。とても綺麗な走りをしますね。生乾きの路面ということでそれほど、マシンを寝かさないんですけれども、ここ見てください、肩のラインがですねしっかり頭とともに曲がりたい方向に向いているので、マシンがそんなにバンクしてないのに自然と曲がっていく、とても綺麗なライディングをします。これは見習うポイントだと思います。この見慣れない黒いゼッケン、愛知では当然皆さん知ってるんですけれども、これは愛知、独特の、シードクラス T1 クラスというものですね。ノービスよりも速くて、C2 に少し手が届かない人たち、つまり、タイム比 120% 台の選手たちの、クラスです。このクラスで、優勝したのは、GSX-R750 の大村選手ですね。このセパレートハンドルのままのですね、前傾姿勢のきついマシンを非常に巧みに操る素晴らしいライディングでした。僕はこういう選手大好きです。そして、ウェット路面に話を戻すんですが、急な操作をしないということでした。どうしてもですね、滑る路面に気を使って走っているとですね、ストレス溜まってきますね。なので、ラインが開けた途端にバッとスロットルを開けたくなるんですが、そこは我慢する。あまり直線的なラインを走らない、もっと、ワイドなライン取りをするということですね。A 級 B 級の速い選手はドライ路面でも、そういうライン取りをしてますが、とにかくですね、直線的にパイロンに侵入していくとどうしてもですね、急なブレーキをかけてすぐ寝かすという動作が入ってしまいますので、パイロンへの侵入は、広く、マシンを寝かせながら入っていくとしてやると、自然と、緩やかな操作で曲がれるようになります。そしてですね、白線が滑るということも当然ありますので、白線を避けながらワイドなラインで走るということを念頭にコースウォークをするというところが第一です。そして何よりも、タイヤに面圧をしっかりとかけてやることが大事です。
あのウェット路面だとどうしてもタイヤが滑るんで、荷重をかけたくなくなるんですけれども、やはり荷重をかけないとタイヤも当然、仕事をしてくれないので、ウェットだからといってですね、怖がらずにそれなりにしっかり、ボディアクションで前後のタイヤにそれぞれ、圧をかけていくというのが大事ですね。それでですね、加速の時にフロントが滑るっていうことはまずないので、加速の時はしっかり、後輪に荷重をかけることを意識して、後輪の接地面をなんとなくお尻の先にあるのを感じつつ、グッと押さえてやってですね、そしてスロットルを開けていってやる。そしてですね、減速から進入の時ですね、この時もですね、フロントに荷重をかけるとフロントタイヤがグッと曲がってくれて自然に旋回するんですけれども、それに任せてしまうとですね、リアの荷重が抜けて一気に滑ってしまうので、特に進入の時もリアタイヤの荷重を意識して走るということですね。この KSR の山田選手、ミニバイクということもありますけれども、ご覧のように非常にワイドなラインを取って走ってますね。C2 クラス優勝は ZRX1200 第5の和田選手ですね。この選手のマシンがとても綺麗ですね。C2 クラス、午後のタイムアタックの部分はですね、太陽が出てこのように路面が完全に乾いて思いっきりタイムアタックができましたね。ということで、ウェット路面の時はなんとなく、リア荷重を意識して走るというのがいいんじゃないかなとラムカーナは思っています。とはいえですね、旋回する時にはどうしてもフロントタイヤに仕事をしてもらわないといけないので、フロントタイヤにも、荷重をかけれるように体勢をとってライディングするべきなんですけれども、これがですね、例えばシートの後ろに座ってリア荷重とか、シートの前に座ってフロント荷重っていうことだと、タイムアタック中にはそういう荷重移動はできないので、走りながらでも、素早く前後荷重をコントロールできる、走り方として、骨盤を寝かせるということをしています。骨盤を寝かせるというのはですね、例えばリアに荷重をかけたいときは、尾低骨をシートに、当てるイメージ、そしてですね、フロントに、荷重を動かしたいときは骨盤を立てて、座骨で、シートに座るというふうに骨盤を軸に前後に、体重移動をしてやるということですね。C1 クラス優勝は VTR250 の白川選手でした。もう完全に乾いた路面で伸び伸び走ってますね。解説の都合上、他の選手はウェット路面のタイムアタックの映像ばかりですけれども、優勝選手だけドライ映像を使ってます。そしてまた話が戻って、前後の荷重をかけやすい座り方なんですけれども、このいい選手のようにですね、この後ろの方にですね、骨盤を寝かして、尾低骨をシートに刺すようなイメージで座ると、リア荷重がかかります。そしてこの、片山選手、今回っている時ですね、こう骨盤を立ててですね、骨盤を立てて座骨を、シートに当てるようなイメージにしてやるとフロント荷重がかかりやすくなるという走り方をラムカーナはしています。この動きだけでですね、体格にもよるとは思うんですけれども、15センチとか20センチぐらいの前後の荷重移動ができるので、かなり前後タイヤのコントロールがしやすくなると思います。はい、そして B 級優勝は、関東で開かれているライセンスシリーズのダンロップカップの B 級で、今年2連勝をしているDRZ400SN の伊崎選手です。この伊崎選手の体をインナーに入れた豪快な走りはですね、ドライ路面だからこそ披露できるらしいですね。ということで、ウェット路面での走り方のまとめですけれども、ブレーキ、スロットル、ハンドルなどの、急な操作をしない、そして直線的なライン取りではなく、なるべくワイドなライン取りで滑らかに走ること。そして、リアタイヤのグリップを意識して走るというところでしょうかね。で、さらにですね、ブレーキの使い方としてですね、普段のドライの時と違ってですね、ラムカーナ的には少し、リアブレーキを引きずりながら走っているという感じですね。もうこれは、正解かどうかはわからないですけど、ラムカーナの感覚的に、完全にリリースしている状態から急にこう
パッドとディスクをパンと当てると結構強めに、ブレーキがかかる印象があるので、それを抑えるためになんとなく軽く引きずりながら走る。そうすることで、急なブレーキングが起きないのでリアが突発的に、流れたりするということがないのかなと思ってやってます。ちなみにチャンピオン富永選手ですけれども、ウェットの第1ヒートで転倒があって少し足を痛めてしまったので 100% のタイムアタックとはなりませんでした。そして、こちら、愛知のエース NSR の大川選手ですね。あえて、ウェット路面のタイムアタックの映像のみ使って、走りを見ていただいてますけれども、見てください、今までのどの選手よりも、普通に走ってる印象ですね。雨こそやみましたけれども完全に、ウェット路面ですけれども結構、マシンも寝てますし、このスラロームとか、鋭い動きしてますね。そして、チューブ特有のガッツセクションというこの狭いセクションもですね難なくクリアしちゃってですね、さすがですね。そしてこの大会総合優勝を果たしたのは TZR250R を狩る中島選手です。この中島選手も愛知県を代表するライダーですね。第1ヒートは雨の中、コースを見失う場面があってミスコースでタイムが残せなかったのですが、完全ドライになった第2ヒートで爆発的な速さを見せました。エンジンサウンドからも分かると思いますが、とても力強い加速度ですね。細かいセクションでのこの鋭い動き、まるで早送りのようですね。そして最後のガッツセクション、さすがチューブの選手です。間合いをギリギリまで詰めて、見事にクリアして A 級初優勝を飾りました。